はい、どうも皆さん、こんにちは。娯楽一家の青井です。それではシャドウオブザートゥームレイダー続きプレイしていきたいと思います。はい、ではおそらく今回がラストになるかもしれないんですけども、やっていきたいと思います。ではお願いいたします。よいしょ。クシルの言葉かな、これは。シンクの炎が煙るとき、己の鏡を探す。これがウヌラトゥの定めだったの。ああ、女王かな、もしかして。いやー、クシルの。あなたがシンクの炎。共に力を合わせましょう。ククルカンを倒すために。イスチェル、なるほど、協力するってことなのかな。うわぁ、めちゃめちゃいるね。はいはい、おお、道を開けてくれる。すげえ。みんな頭下げてたね。特別な仮面なんだ。アップダンプしてクラップラッツ。よいしょ。うわっ、なんでそんなすぐ崩れんの。どうしたの、こっちか。よいしょ。あ、ジャンプ。よいしょ。戦車まで入れない。
すごい。本当全面戦争みたいな感じだね。そう。おおおおお。ああヘリが撃ってきてる。ああ待て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 。わあすごい。ヤクシが戦ってくれてるね。私だ。彼らではない、私だ。いいえ、彼らのものに彼らに返して。いや、ダメだ、渡さん。パイ危機のためだ。運命はその手で作るもの。一人じゃない、私たちみんなの手で。走者みたいなのが厄介だね。非常か。やべ、回復しなきゃ。しやべ、まだいた。よいしょ。ナイス女王。よし。一杯目、これ以上持てない。弾が補充できないかな。あれ弾かな。これ以上は違った。
よいしょ。ここの上か。いや、もうだいぶ活躍してくれてるね。ロープは死んだわ。私はドミンゲスを追って儀式を止める。俺たちは奴らを食い止めるよ。え、あ、最後にベースキャンプでなんか整えようか。なんか戦闘系なんだよね。やっぱこういうのかな。やべ、全然作れなかった。よいしょ。とかね。やっぱこれのライフルの方がいいのかな。よいしょ。 OK。 あ、やっぱり最後なんかコスチューム、このコスチュームにしようかな。あ、これにしよう。なんか、うん、どうしようかな。まあいいか、これにしよう。 OK。 ただちょっとでもね、受けるダメージを減らしたいからね。よいしょ。こちら偵察隊、高等評議会がやられてる。援護。よいしょ。上かな。オッケー。よいしょ。壊れちゃったけど。ああ、もうちょっと前行けたか。よし、よいしょ。オッケー。誰が指揮を取る。交代、交代だ。全部隊交代。防御線はどうなってる。防御線はもうない。全滅したんだ。ああ、あそこにグラップラックス引っ掛けての、壁走りでどこに突っ込んだ。あ、あそこまた、あれ出せなかったか。よいしょ。グラップラスでの、あ、タイミングが合わないな。よいしょ、いけ。なんとか行った。よいしょ。おい。ジャンプ。よし。わ、崩れそう。だよね。
オッケー、そっちね。オッケー。今度はよいしょ。太陽は消え、闇が世界を覆い尽くすだろう。うわ、儀式を始めてる。そして闇も過ぎ去り、我々の新世界に再び光は輝かん。うわ、ククルカンの力だ。どうしたらいいの？とりあえずこの周りの敵を倒せばいいのかな。やべ、ミスった。やばい。そして闇も過ぎ去り、しくった。我々の作りし新世界に再び光は輝かん。次はと、オッケー。あそこにもう一人いるけど、クルカンよ、我々を守り導きたまえ。中に閉じ込められているエネルギーをどうにか解放しないと。赤峰と導きたまえ、はい。もう一人いたよな。よいしょ。OK。すべての像からエネルギーが放出されてるみたい。はい。あ、像を壊せばいいのか。おい、マジか。いきなり戦闘になっちゃったよ。ちょっと待って。ずつ倒していこう。
سيل الكوكولكان. اوكي. まずい。凄まじいな。あ、これがラストか。どうしたらいいんだ。どうしたらいい。うわ、一撃でこんな食らうの。戻しての、わ、周りの敵がうざいね。耐えられちまった。よいしょ、ショットガンでまず周りの敵を、おラッキーククルカンは、クルカンじゃないな、こいつが倒してくるかも。もっと賢いかと思ったかな。よいしょ、にしても強いな。 OK。 私の全てを、お前ごときが神にかなうものか。はい、ここまで泳がせてやった。おしまいだ。よし、おお、いいね。いやー、強いな、一撃が。よいしょ、避けるタイミングがミスっちゃった。二回目。あと何回やればいいんだろう。私の排気だ。よし、リロードしての、ああ、弾は欲しい。よいしょ、回復するまで待って。また周りの敵出てきてるよね。マッチに決勝
どのとこ行った？あ、やべえ、見つかっちゃった。もっと賢いと思ったかな。行け。やべ。こいつだけだ。オッケーオッケー。よー。あべ。オッケー。お。攻撃すればいい。私の力が増幅するだけだからな。ああ、まだあるか。やべ。うお、瞬間移動してきた。うわ、マジか。弾がもうほぼないな。あぶれ。もっと賢いかと思ったかな。弓で戦っちゃった。ちょっと待ってね。あー、ここに弾がある。おお、いいね。カウンター。あ、そうか。おぶれ。え、あー、タイミング逃しちゃったか。見てもいい？ええ。
これはあなた、お母さん、お父さん。ここはどこ？鍵とハワイよ。世界を作り変えられる。やり直せるんだ。あなたにそんな力があったら何をする？勇敢な子。でもこれは予想外でしょう。ジャガーの攻撃よ。さてと、次の大冒険はどこへ行こうかな。南極なんてどうだろう。きっと涼しいよ。パパ嫌なのか。そしたらユタの大平原だ。リチャード、いい場所があるわ。どこ？ハワイ。そしたらちょっと手伝ってもらおうかな。旅行の準備だ。いいかな。さよなら、お母さん、お父さん。違うわ。パパが私の助手でしょ。破滅が近づくとき、ククルカンは太陽への逃げとなる。破滅を止めるため。神様が生贄に？私が生贄となる。ただ私が揺らぐとき、深紅の炎が導き、約束を思い出させる。この世界が好きだ。完璧じゃないけど、俺が好きなものは全部ここにある。マジ？もう日食は僕らの象徴じゃなくなる。最後の影を取り払わなくちゃ。ララが生贄になったってことでね、ウヌラツの代わりに。ウヌラツ、我が母にして戦士、反乱者にして女王、これからも崇められるだろう。寂しいよ。僕が母の意志を継いでここを守る。あれ？ララいるけど何だったんだろう。ありがとう。俺は明日クワク役に戻る。そうなの？ジャングルへ？幻の魚のナルキを探すの？アビーと二人で海に行くんだ。
よかったね。君は？私はもう少しいることにする。またお宝探しかい？ジョーナー、本当はどうするんだ？わからない。エツリに聞くわ。パイティティの再建に何が必要か教えてくれるはず。おお。宝探しは終わり。生きてる人のそばにいたいの。嘘だろ。荷造りとかしなくていいの？手伝ってくれてもいいんだぜ。ララ、ゆっくりしていってよ。じゃあね、ジョナ。ここが落ち着いたら仲間に入れてよ。外のことを知りたいんだ。いつでも声をかけてくれ。うちもな。無理に誘わない。そうだ、ジョナ、恋人ができたんでしょ？え？結婚式に呼んでよ。おいおい。エツリ、新しい神殿の計画図を見せて。うん、すごいんだよ。私、間違ってたみたい。何かを探し求めるのが人生の全てだと思ってた。何もかも一人で抱え込んでね。でも世界中の全ての謎は解けない。私はただそれを守りたいだけ。ジョナ、未来がどうなるかなんてわからない。でもどんな冒険だろうと私は楽しみよ。おわ。あまり無理はしないようにするわ。お茶はいかがです？ありがとう。今はゆっくりしようと思う。ではそうですね、結構、まあ、パート20以上、まあ、続いたんですけども、これでシャドウ・オブ・ザ・トゥームレイダー終了したいと思います。ではまた次回ですね。そうですね、次は何をやるかはまだ決まってはないんですけども、またなんか RPG 系のゲームをやっていければかなと思いますんで、まあ次回お楽しみという形で。ではありがとうございました。娯楽一家の葵でした。またね。